平和がいいですか、戦争がいいですかと、こう、まあ、例えば聞いたとしますとですね、まあ、ほぼ100%の人が、それは平和がいいですよって言うと思うんですけども、まあ、それにしてもですね、争いが好きな人が多いなというふうに、まあ、つくづく思いますね。この世にはですね、喧嘩を売るという言葉があるわけですね。同じことを言うのに、穏やかに相手を傷つけないように言えば済むのにですね、故意か正確かは難しいんですけども、まあ、この相手ってのは個人ですね、まあ、感情的になるという意味で個人なんですが、相手に喧嘩を売るという人たちがいるわけですね。大人になりますとですね、夫婦が争ってばかり、まあ、いたりすることもありますし、それから親といさかいがあるという親子関係も多いんですね。それから友人とうまくいかないとか、まあ、社会的にクレームばかり言ってる人もいますし、まあ、それよりか私がちょっと最近なんかおかしいなと思うのは、子供の漫画のほとんどがですね、戦うものとか、もっとひどい時には相手が木っ端みじんになるっていうものが多いわけですね。その子供の漫画は、まあ、善悪を分けてやるのが多いもんですから、まあ、正しい方と間違ってる方っていうにしてですね、悪い方をコテンパンにやっつけるという、その悪いっていうのがどういうのが悪いのかよくわからないんですけど、まあ、とにかく悪いと決めつけるわけですね。一方、まあ、国と国との戦争の場合は平和というのを誰も否定しないわけで、いさかいをできるだけ避けようとするのが、まあ、コンセンサスですけども、まあ、国と国との間の方がむしろコンセンサス難しいわけですね。民族の問題、利害の対立、まあ、思想的なもの、それから感情、すべて違うので、よっぽど本腰になって相手を理解しようとしないと、まあ、戦争になるという、まあ、そういう傾向があるわけですね。まあ、その点ではですね、日本人同士で、特に近い人でですね、の間で、まあ、いさかいがあるというのは本当に変ですね。じゃあ、なんで人間は争いになるのかということですね。相手が自分や自分の家を標的にして攻撃を仕掛けてきたら防御は必要なんですね。例えば、強盗団が玄関をどんどんどん叩くと、まあ、うちには妻子がいると、命を懸けて戦うと、まあ、こういうことはあるわけですが、まあ、こちらから仕掛けていく必要はないんですけども、どうも人間の心の中には邪悪なものがありまして、なんとか相手をやっつけたいと思うような気持ちになるようですね。まあ、喧嘩にならないようにする方法は比較的簡単で、自分と相手の考えが違っていても、もしかして相手が間違っていて、そういう時ですね、相手が間違ってて自分が正しいということがわからないわけですよね。相手は相手が正しいと思ってて、自分は自分が正しいと思ってるわけですから、自分と相手の考えが違うから相手が間違ってるってことはありません。私のメールにですね、よく、武田は何考えてんのかって言って、メールをいただくことが多いんですけども、それは武田が何考えてるかじゃなくて、メールをいただいた人と私とで考えが違うっていうだけなんですね。まあ、どっちが正しいかっていうのは、まあ、お釈迦さんに聞いてみなきゃ分かんないと私いつも言うんですけど、それなかなか分からないわけですね。で、もしもそれに加えて相手に言い分がありましたら、相手の立場になって言い分を聞いて、それは相手の希望なんですね。自分がその相手の言い分が理解できるか納得できるかは別にして、少なくとも相手の希望であるということは分かるわけですよね。それから自分にも欠点があるようにですね、とか汚いことがあるように、相手にも、まあ、人に知られたくないことがあると、まあ、いうことを認めることも大切なんでしょうね。つまり、まあ、全体的に、まあ、どうだっていう問題もあるんですけども、まあ、その人の一部っていうのがあるんですね。まあ、だけど私なんかも、まあ、欠点だらけでですね 日常生活でも人の迷惑かけることはあるんですよね。まあ、簡単に言えば、自分が歩いてるだけで、道は混むわけで、電車も混むわけですね。それから、例えば酔っ払うこともあるわけで、酔っ払って人に迷惑かけることもありますしね、がトイレに行って用でも足せばですね、トイレを誰かがきれいにしてくれてるはずなんですよね。公衆トイレなんかでもきれいにしてくれてる。まあ、それ しなければですね、トイレは非常に汚れてるでしょうから、まあ自分がトイレを使わないっていうわけにもいかないんですよね。それからもちろん、いろんな食べたものの残りを捨てればですね、誰かが片付けてくれるし、まあ、下水処理場なんかも非常に臭いんですけども、誰かが作業してくれてる。つまり、まあ自分にも欠点とか汚いことがあるんですね。まあ、そういうことがない人っていうのはなかなかいないんじゃないかと思うんですよね。だから他人の
ことを根掘り葉掘り調べればですね、あの人トイレに行ったじゃないかと。あんな美人なのになんでトイレに行くのなんて言ったらその通りなんですけど、まあそれは仕方がないわけで。で、もしもまあどうしても折り合いがつかない時がありますね、その人と。その場合は、そっと静かに徐々に離れていくっていうのが、まあ正しいんじゃないかと思うんですね。私は若い時代に大きな会社におりまして、やはり人間ですから、どうしてもうまく付き合えない人がいるんですね。そういう時は、喧嘩をするんじゃなくて、そっと静かに徐々に離れていくようにしました。それは大きな会社だったからだと思いますね。大学の先生になってから、学生の就職の時にですね、学生にこう言いますね。もし人付き合いに自信があれば小さな会社でもいいけれども、自信がなければ大きな方がいいかもしれないねと言ったんですね。それはどうしてかって言いますと、小さな会社だと逃げ場がないんですが、大きな会社ですと、2、3年しょうがなくても、そのうち配置転換なんかしていただければですね、一つの会社を辞めずに対人関係をやっていくことができるということですね。そういう中で最も難しいのがやっぱり結婚生活でしょうね。もともと結婚というのは男女の共同生活という意味と、そういう意味とですよ、もう一つは子孫を増やすという動物的な目的がありますから、なかなかこの2つを調和するって難しいわけですね。動物的な欲求っていうのは結婚後ほぼ3年程度で消失します。結婚して3年とか3年目の浮気とかよくあるんですけども、そういうことになるので、一般的ですよ。これは長い人もいれば短い人もいるわけですが、その間に、男女の愛が家族愛などのような人間的な愛情に変わっていく必要があるんですが、なかなか 意識して変わることも難しかったり、感情が先立ってですね、人間的な愛情に変わっていけない場合も 見受けられます。もちろんその社会的なことですとね、徐々にその相手の人から離れていくということができるんですが、わざわざ攻撃しなくてもいいということですが、夫婦は離婚しなきゃなんないんでですね、これも大変なわけですね。ということで、私はやっぱりその人と人との関係っていうのはですね、必然的にうまくいかないところがあるんですね。それが一番顕著になるのは、人の欠点を見つけようとしたらいけないっていうことですね。人のいいところを見るということが一番いいわけですね。誰にでもとは言いませんが、ある程度の人はいいところありますね。ですから、そのいいところはどういうところなのかということを見てやるということですね。ただ、ちょっと言いましたけど、個人とその集団って言いますか、政府とかですね、それから私が批判している NHK とか東大っていう場合は、これは批判が自由に許されると思うんですね。それは相手が非常に強いということと、私もその参加者の一人ですね。日本国の一員でありますし、NHK に受信料を払っている。いわば、そういうところの改善というのをやる必要がありますが、個人はあまりやらないほうがいい。私は個人は今のところ生涯3回だけ、あまりに、その相手がひどいというかですね、そういう時は本格的に個人を批判することがあります。その時でも、自分よりか力の弱い人は絶対やりません。それはですね、それはもう潰れてしまう可能性がありますね。ですから、よく考えて、かなり高い地位の人だけですね、東大総長とか、そういったクラスの、人しか、やらないわけですよね。かなりの大きな組織で守られてる人ですね、首相とかですね、そういう人はいいんじゃないかというふうに思います。それにしても、私、考えるんですけども、今日もちょっと、民放のテレビの子供向けの漫画を見ておりましたら、もうほとんど全編にわたってですね、戦いの連続なんですよ。こんなに、少女漫画もそうなんですね。少女漫画ですら戦って相手をやっつけてるんですね。少女漫画ですらって言うといけないんですけど、女性はやっぱりちょっとは穏やかなんですけどね。それでもそういうことがあるなぁと。いやー、それを見ますと、人間というのは争いが好きで、殺すのにも快感を覚えるのかなと、少しがっかりしました。しかし、今の日本を考えますとね、あまり感情的にならずに、また人の欠点を探すんではなくて、やっぱりその本筋ですね、例えば日本の将来はどうするか、エネルギーどうするか、そういうことをですね、少しの間違いがあっても、しっかり議論していくということが求められていると思います。